今噂のスイカゲームをやっていきたいと思いますよ。まあスイカ見せてありますよ皆さんに。まあね、このゲームね、どのぐらい遊んだかというと、そんなでもない、でもそんなでもないぐらいで、一回スイカ見てるから、もうこれはぶっちゃけいけちゃうんじゃないかなって思っちゃってんだよね。勝ち確、いやもう勝ち確だね。果物大好きラミーにとってはもう片目つぶってもできますよ。片目まあまあまあ本日のスコア見ればラミーの実力は分かっていただけると思いますけれども、そんなもんですよ。今日さ、なんかすごくない？ホロジュール見たらさ、みんなはスイカしかなくないみたいな。もうホロメンスイカ中毒すぎん。スイカだらけやんと思って。果物屋さんじゃん、こんなの。もう果物ライブですよ先週から。いやだってさ、昨日なんかさ収録があったね、お仕事があったんだけどさ、ネネがいたのよそこに。おもむろにさスイッチ出して何し始めたかと思ったらさ、これやってんのよ。そんなーと思ってびっくりしちゃった。やっぱなんかコツとかあんのみたいに言ったら、ないよって言ってた。なんか適当にやってるって。ネネさんは適当にやってるらしいです。ラミーも適当にやってます。計算なんかしない。こんなのはね、奇跡が生むのよ。奇跡が生むスイカなのよ。こんなね、計算してね、あそこに落ちるだろうとかね、思ってもね、意外と果物の読みは難しい。つまり、もういっそ読まないという手。そう。読まない。果物のことを考えない。奇跡を信じる。深い？浅いだろ。これで深いって。大丈夫？逆に。何の深さもないぞ今のは。浅すぎる言葉だぞ。